こんにちは。私 YouTube を始めてからずっと憧れてたことがあるんですけど、それがね一つ叶ってしまいました。今回Nordgreenさんからこの腕時計をいただいてしまいました。すごい、めっちゃ YouTuber っぽい他の方の動画やあと Instagram を見てNordgreenさんの時計憧れていたので本当に嬉しいです。嬉しくてね、出かける時とかあと動画を撮る時に最近つけてるんだけど、本当にねこの時計めっちゃ可愛いです。この時計を開封する様子を動画に撮ってみたので、まずは開封の様子ご覧ください。では開封していこうと思います。こんな感じの箱に入ってきました。開けます。おお、私が選んだのはこのユニカっていうシリーズのホワイトダイヤルのゴールドメッシュの時計です。あとねこの時計ストラップが交換できるので、もう一つストラップを頼んだら、こっちに入ってるこれなんだろう、ちょっと後で。かわいいホワイトレザーのウォッチストラップのゴールドパーツのやつを合わせてみました。かわいい。これをちょっと取ってみよう。すごい。これを外せばいいのかな。おお、すごい。ちょっといろいろ保護シールがついてるので剥がします。はい、かわいい。見てこのチュルンと感、めっちゃかわいい。つけてみようと思うんだけど、多分このままだとベルトが大きいのでベルトの調整をしてみます。このメッシュのベルトは自分でベルトの調整が簡単にできそうだなと思って注文したんだけど、さっきのねパッケージに入ってたこの棒、これで多分やると思う。説明書読んでないけどここにね合いそうだから、これでほら開いた。でこれでスライドさせると縮まったり伸びたり。どのくらいがいいんだろう。ベルトをこのくらいにして、で時計も合わせてみました。このね文字盤が時計の時間が何も書いてないシンプルなのが可愛いなと思って選びました。あとはこの時計の時間を合わせるリューズ、ここがね12面体のこんな感じのキラキラっとした感じになってて、これも可愛いなと思ってこのユニカを選びました。つけてみよう。つけたらこんな感じ、可愛い。私これこの時計の大きさを 32mm を選びました。で一回り小さい 28mm のもあったんだけど、私は時計大きめの時計が好きなので 32mm にしてみました。かわいい。キラキラしてる。めっちゃかわいい。でこれベルトを付け替えれるので付け替えてみようかな。ここにもう1本ホワイトのレザーベルト、これに付け替えてみようかな。このベルトの裏面にこういう金具があるから、これを取れた。めっちゃ簡単に取れます。でここにベルトをこうやってよいしょ、はまりました。逆側もこれを外して、でこれをこうやってつける。ついた。めっちゃ簡単。こんな感じで簡単にゴールドのメッシュベルトから白いレザーベルトに付け替わりました。これもかわいいね。白い時計って好きなんですよね。めっちゃかわいい。これもつけてみます。白いレザーベルトに付け替えてみました。これもかわいい。めちゃくちゃかわいい。これこんな感じです。このレザー製のストラップはイタリア産レザーを使用してるらしいです。このゴールドのメッシュベルトも可愛いけど、こっちの方がカジュアルめになる感じがする。こっちはきれいめな感じ。どっちも可愛い。どっちでつけようかな、迷っちゃう。こんな感じで開封とベルトを付け替えてみました。こうやって簡単に気分によってベルトを付け替えられるのめっちゃ便利で、めっちゃ何にでも合わせやすくて可愛いです。これめちゃくちゃ可愛いね。ということで、この時計の可愛さ伝わったかな。ノードグリーンさんの時計は文字盤の種類や、あとベルトをいろいろ選べるんですよ。私は今回このゴールドのユニカにしたんだけど、これはね、毎日使ってるプロッターのこのゴールドのバックプレートにあるかなと思って選んでみました。ゴールドの他にはシルバーとかピンクゴールドとかもあって、それも可愛かったんだけど、このねプロッターに合わせたかったんですよね。どうですか？可愛い。めっちゃ似合う。これ、このプロッターは持ち歩きの手帳なので、外で手帳を開いた時にこうやって時計とこのプロッターコーディネートできてるとすごいテンション上がります。めっちゃ可愛い。ノードグリーンさんはサスティナビリティへの取り組みをされてる北欧デンマークのブランドで、デザインと品質にこだわることで時代を超えて使い続けられる腕時計を生み出しているそうです。すぐに廃棄や交換されない製品を作ったり、あとは梱包に使う梱包材やプラスチックを減らしたり、カーボンニュートラル実現のため温室効果ガス排出を追跡し、全体でプラスマイナスゼロになるために持続可能な材料や物流方法を模索実装しているそうです。今回はね、この時計 15% オフのクーポンコードを発行していただいたので、概要欄に載せておきます。気になる方は是非概要欄の URL からノードグリーンさんのサイトを覗いてみてください。時計の種類が豊富なので、サイトを見るだけでもめちゃくちゃ楽しいです。自分だけの組み合わせを選ぶのに私はめっちゃ時間がかかりました。種類がありすぎて。でもこれお気に入りです。めっちゃ可愛い。ということで、ノードグリーンさんの腕時計の紹介でした。本当にめちゃくちゃ可愛いので愛用していこうと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。また他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあねー。バイバーイ。